どうもさこは、奥チャンネルだー。今回なんですけども、493回ロト7当選結果見ていきたいと思います。でー、はい、今回ですね、まあ、前回キャリーオーバーが出てしまったので、今回はキャリーオーバーなしでございますが、とはいえね、一等当選金額約4億円と言われているロト7宝くじ、こちらね、しっかり攻略していきたいところでございます。そして私推奨しておりますエリア購入法アミ、こちらでしっかりと今回も12口購入させていただいております。では早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。即戦金、はい、では行きましょう。493回のロト7ですね。では当選番号を見ていきたいと思います。今回の当選番号はこちらでございます。はい、5、13、14、20、21、25、31、ボーナス数字が9と36となっております。で、奇数偶数割合見ていくと、奇数奇数偶数偶数奇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 数ということで、まあやはり奇数は強いね、間違いないね。そして出現の方見ていきたいんですが、1、10、10、20、20、20、30ということで、こちらなんですけども、まあ今回ちょっと1がまず1つ、最近ちょっと1が1つの流れ多いですね。で、10が2つあって、で1がなくなった分20でカバーということで、20が3つ出た、そして30が1つだというような流れでございます。番号を見ていると結構これ取れそうだよねというような雰囲気はあるんですけど、これがねまた難しいのがこのロト7なんですよね。はい、では、先に軽い解説ねしていきたいと思います。前回7の出現ランキングだったらどうだったのか、それがこちらでございます。はい、で上手に選ぶことができた5、13、14、21、31、そして36ということで、4等は狙えている。4等は取れるぞという感じの今回このデータでございますね。そして出現エリアも見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい、今回も表だけにしておりますが、黄色が今回の当選番号ですね。で、間違いなくエリアの中から出てるよねというのはこれ間違いございませんので、ここやはりまあ神話は続くよと、間違いないよという感じでございます。そして出現の型、ここの比較していきたいと思います。それがこちら。はい、前回7分だと、1、1、10、10、20、30、30なんですが、当選番号は1、10、10、20、20、20、30ということで、まあフロントとケツは大体一緒なんですけども、まあやっぱり20が増えたりとか1が減って10になったりとか、まあそういうようなね、多少の変化あるよねというような感じでございます。はい、では行きましょう。とにかくもう買ってるんでね、早速見ていきたいと思います。では行きましょう。私購入したエリア購入法網で購入している12口のうち前半6口、当選結果はこちら。ちょっと、何なんすか、最近ちょっとどうなってるんすか、何なんだよ、何なんだよっていうね、本当に何なんだよって言いたいところなんですけど、なんかね最近ちょっと惜しいんですよ。惜しい感じがすごく漂っております。そして今回ね、すいません、本当にこれ先に言わないといけないんですけど、ちょっとだけ買い方実は変えてます。でそれまた後でお話しするので、そこもしっかり見ていただきつつ、とりあえずこの当選結果見ていただきたいと思います。では参りましょう。私が購入したエリア購入法網12口のうちの後半6口、当選結果はこちら。悪魔的だー。はい、では反省会でございます。もうちょっとやってらんないんだけど、なんか最近ちょっとね、外してる感じです。で、これに関して徹底的に自分なりに分析しまして、自分なりの答え出ております。その理由も、最後にお話しするので、こういうことやっちゃダメなんだよっていうのをちゃんと話します。これ、今までよりもさらに具体的です。はい。なので、ここ見ていただきたいなというところなんですけども、まあちょっとね、そう、今回、まず一つ、そう、買い方変えたんだよっていう話をさせていただいたんですが、まず見ていただきたいのはこちらです。エリア出現のトレンドバージョン今回使いますねって僕、言いましたね、解説動画で。で、まさにそれやったんですよ。それをまずやった。で、やった
ていく中でちょっとおやおやって、これいつもね僕悪い癖なんですけど、これでいくぞって言った時、いやこれもいけんなって言ってまた足し算しちゃうところがあるので、まあそれちょっと良くないなと思ってるんですけど、まあまずそこで話させていただくと、いくつかだけ削除番号を設けさせていただいております。で、削除番号を設けた結果、いくつかの番号が重複で使用しております。そのあたりも最後にお話しするので、この31がなぜか全部入ってるよね、これなんでなんですか、固定したんですかという話になると思うんですけども、ここちゃんと後で、こうしたんだよ、ああしたんだよって説明します。はい、ではまず先にトレンド、こちらの、ランキングだったらどうだったのか見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、ここで上手に選ぶことができたとすれば、4、14、20、21、13、31ということで、ここもね4等だったよねという感じでございます。はい、ですので今回、指標データとして前回細分、そしてトレンドのトップ5、これを使っていたらどうだったのか、4等は取れましたねというような状態なんですよ、状態なんですよ。はい、なのでまあちょっと惜しいなと思いつつで、出現の方、ここも、トレンドと前回細分と今回のもの、一気に、比較していきたいと思います。それがこちらでございます。はい、で出現の方としましては一応こうなっておりますが、共通点としては1列目の1、3列目の10、5列目の20、7列目の30ということは、これ前回と同じなんですよ。前回と一緒だから、ちょっと変わったところっていうのは2、で相違点っていうのは2列目、4列目、6列目、そうつまり6列目は前回30だったよねっていうのが、これ分かりやすいですね、のによって今回ここ相違点入っちゃったよと。でまあ1はまあまあね、前回もそうなんですよね、何やかんや一緒だったんで。なので、まあ、今回ちょっと2列目、4列目、6列目の数字のチョイスがちょっと難しかったかな、型で見たらね。型で見るとね。はい。で、出現エリア、ここも見ていこうでということで、これもさっき出してるんですけど、こちら。はい。で、これ見ていただきたいのが、ごめんなさい。これ文字と両方出してると思います。で、この青いやつ、これ正確に言うと、例えば文字のところで1列目って1から12が出てますやんという話してるんですけど、これって、結構できるだけ広く見てるんですよ。で、この青い表、これが正確なんですけども、これ例えば、1から12まで幅で見たらあるんですよ。でも中で、例えば10番だったり、11番だったり、6番だったり、5番だったりが出てないんですね。出てない。だから、そこはちゃんと一回正確にしてみようということで、ちょっとこれ文字で表現できないんですよ。だから表で表現しているんですけども、まあ、一応、エリアとしては範囲内で出ている。ですが、ね。ですが、トレンドで見てもちょっと出てなかった番号もいくつか出たよねっていうのがわかるわけなんですよね。例えばそれが5だったり14、そして21、25、31ね、こんだけがちょっとまあ今までの流れを見ると出ていなかったよねというような感じなんですよ。ただでもエリアで見たら全部で丸なので、この要は1から12、4から14みたいな形の中からしっかり選べることができていれば、まあそれぞれの可能性あったよねというところでございます。でここからですね、アンダー5、ここも見ていきたい。それがこちらでございます。はい、一応今回も赤字ないよね。つまりこれはなぜかというと、分かりやすく言わせていただくと、少ないものからは出ておりませんと。非常に少ないものから出てない、多少少ないものとかからは出てる、そういう流れだよと。なんかこれちょっとね、そう、これ前回細分のアンダー5なんですよ。トレンドの、なんかちょっとそういうのちょっと作りたいんですが、トレンドの場合全部あと、他全部並列で6位とかになる。で、全部0位なんですよ。出現してないから、なんかできないかなと思ってるんですけど、ちょっとむずいよね、というふうな感じは思っておりますが、まあとりあえず、ね、これはこれで使えるデータだから、これはもうずっと使っていきたいなと思っております。はい。で、これの、表バージョンですね、こちら。はい、これ赤と紫だけの色が、幅が、ぐーっと埋まっているんですけども、まあ、ここだけで見たら、それでも選べたねと。だいぶ絞りは取れていたんだけど、取れたねと。でも今回僕やったらこっちだねと。青を使ったねと。だからちょっとこれやられたねと。いうような状態なんです。で、これが大きく外した理由じゃないです。これじゃないです。これまたもう少ししたら話するんで、ちょっとお待ちください。はい。では、前回最後のトレンドから見る別々の出現順位の、順位で選んだらどうなんだいというところで、今回はこちら。はい。前回最後で見たら5位、5位、5位、1位、6位、11位、5位。はい。ほぼ無理です。はい。まあ、トレンド、これも面白いです。0位、1位、0位、4位、0位、0位、1位。はい。さっき言いましたね。これが、まあ、言ったら表で表したらこうなるんですよ。
これ青、トレンド分かりやすいじゃないですか。これこれです、まさにこれです。だから出現してないものが0位だから、0位が3つ、4つか4つ出てるよねというようなところなんですよ。だから難しいよね、トレンドだけでいけば。前回多分も使ってたら、まあもっとちょっとカバーできたかなっていうところでございます。はい、では変化法ですね、見ていきたいんですが、こちら。今回まあちょっと番号をね、かなりボリュームアップしたので、じゃあここやったらどうでしたかと、4等取れたねと。4等です。4等取れてます。はい。で、何よりもここよりも下の方見てください。ここで見ていただきたいのは、削除番号4、18、19、21、26、28、29、34。これ、一応削除番号としては成立しているんですね。成立しているので、こういう考え方していく方が、もしかしたらこの変化法、両隣と桁替えを使ってたくさん番号をぐっと集めるんであれば、まあ少なからずここで8個も削除できるんで。8個ですよ、皆さん。37個のうち8個削除できたらめっちゃでかくないですか？めっちゃでかいよね。って僕思ってるんですよ。なので、これはまあそういう使い方今後していこうかな。削除の番号を探すための、まあ、やり方の一つであるという形で、ここちょっと信頼を置いていこうかなと。まあ、とはいえね、この中からもちろん出ることもあるからね、37分の8個か、まあ、わかんないですよ。回によっては、少なくなったりとか、増えたりとかもすると思うんですけど、まあ、とりあえずまあ、何個かをね、信じてやっていこうかなというふうに思っております。はい、で、そう、もうしばらくしたらお話するんで、少しお待ちください。で、今回私の回目、ここ見ていきたいと思います。それがこちら。はい。で、今回私の買い目として、これちょっと寒いんですけど、寒いんですが、まあ、まず、削除番号をしたものを言うと、5、10、19、21、27、28、30、33、この8個の数字を削除して、以外でエリア購入法網を組みました。で、じゃあそうなると何個かの番号をもう重複、何個かね、2回、3回使ってるよねっていう話になるので、それが9、18、23、25、31、32なんですよ。6つなんですよ。で、6つの中でも31を事実上、マスで埋めたっていうと3つ使ってるんですね。3つ使っております。なのです、これです。なので、最終的な、当選のところ、なぜかわかんないけど、ボーンってこう一列ドーンなったわけじゃないですか。これが僕的に新しい発見であり、で、これを、見たことによって、あ、なるほどと思ったところもあるんですよ。その話を今からしていきたいんですが、で、こっからですよ。これ重要です。これ非常に重要で、これまあ、視聴者さんにまだ僕お話ししてなかった買い方のうちなので、まあ、あんまり、あ、なるほどぐらいの程度で思っていただけたらいいんですけども、まずこちら。これです。これ、実際僕買うときに、一旦紙に書くんですよ。この紙に書きます。書きます。で、A, B, C, D, E, F, G みたいな感じで、アルファベットとか書いてるの。まあ、これはこれでちょっと無視していただきたいんですけども、要はその、アルファベット書いてあるところの下。下にちょっと色が濃いくなってる、黒くなってるとかあるじゃん。そこに番号を入れていくんですね。で、その下に、例えば A の下に631って書いてるじゃないですか。で、その次152みたいな感じで書いてるじゃないですか。で、そう、これなんですよ。これ。で、ちょっと一説あるなと思って、要は何かおかしいとか何かしないといけないなと思ってカスタムしていくというものが、いわゆる進化であるということなので、まあ、僕も初期ね、エリア購入ファミ、あ、これ結構当たるな、当たるな、当たるな、と来ていたんですよ。なので、じゃあここでもっぱつ何かちょっといじった方が、下手したら当たる可能性あるよねっていう風なことで、まあ、よくよくしっかり考えたんですよ。で、これは性質上なんですけども、まあ、とにかくこの表に番号をバーって置いていって、下のこう階段になってるところに番号をそのまま落としていくわけなんですね。落としていくわけ。で、それを買っていくわけですね。で、ちょっとずつずれてるから、いい感じになるよねっていうのが、まあ、これの、買い方の、いわゆる仕組みです。完全なる仕組みなんですけど、で、ここで、例えば、あ、そっかと、ちょっとずれた時に、要は、1,2,3,4,5,6,7 で見ると、1個ずれると、例えば次始まるのが、4,5,6 で1,2,3,4 なんですよ。じゃあ4重複するやんという話に、ちょっとおかしいなと思ったので、だから、ちょっと番号を振って、例えば6の時は6番目の数字選ぼうで、3のところは3番目の数字選ぼうで、1のところは1番目の数字選ぼうで、みたいな感じで、ちょっと番号を打ったんですよ。番号打った。で、これをやったことによってね、外れ出してるんですよ、ね。非常に。ずっと毎回当ててたとは言わないんですけど、なんかわかんないけど、最近よく外れるな、というふうに、実際なってるんで、あ、じゃあこれダメなんだと思ったので、今回からこれやめます、まず。
この、番号振ってあるところの、そのところの列の番号を選んでいくという買い方をまずやめます。はい。やめて、ちょっともしかしたら当たりやすくなったりとかすると、まあ非常に分かりやすい結果が生まれる可能性はあるなと思っております。はい。そう、これがまさに僕のね、最近ちょっと良くないな、なんでだろうなと思って、ずっとなんか変えたよなと思ったのが、これだよ、これだというところですね。で、今回本当に思ったのは、ちょっとまあエリアだ、購入法、網の、まあいわゆるこの2章ですね。セブン、ロトセブンとしての2章に関しましては、やはり何が必要か。少なからずね、量を増やすのは簡単なんですけども、夏にやりましたよね。僕5倍購入やったよね。それでも全く通用しなかった時あったよね。だから、量じゃないなと。量じゃなければ何なんだと。予想力なのかと。もちろんそれも必要です。そう、ただでもやっぱり思うんですよ。いろんな方聞いていたら、まあ、例えば5口だけ買いました、6口だけ買いました、いくつかの番号は固定で買って、他はいろいろ組み替えました、みたいな話で結構当たってる方とかもいらっしゃるので、まあ、やっぱり固定っていうのは基本的にハマるとでかいよねという話になります。で、固定をされている方っていうのは、いわゆる、まあ、自分なりにこれが来るだろうという番号を絞り込んでいらっしゃると思うんですが、私どうせやるんだったら、やはりエリア購入法網というもののベースに、まあ、固定を組むという考え方よりは、確実に来ないだろうの数字をカットしちゃうっていうね。このやり方をちょっと取り入れていこうっていうのが、まあ、いわゆる新型のエリア購入法網なんですよ。ね、これはまあ、買い方だけの話じゃないんですけど、要はまあやっぱりもうミニロトもそうだったなと今仕方思うんですが、やっぱり何が出て何が出ないかこれをしっかり把握した上でそれを削除する。この考え方は非常に重要だなと思っておりますので、まあ次回の動画からですね、まあこれをおそらく僕はカットするです。みたいな感じで、まあちょっとふわっとね、全部言うかどうかはわかんないですけど、まあ運営さん見てるんでね。あいつは出しかねないから全部やるとか勘弁してよっていう話になるので、まあそこに対してのまあ対策もちゃんと考えてありますので、まあそうだな、そうですね。それで言ったらちゃんと全部言います。全部言います。これ買いません。この番号買いません。ちゃんと言います。はい。でもそれに対しての対策もちゃんと打ちますので、まあとにかく、まあ皆さん結構量を増やすようなイメージで思っていらっしゃる方もいらっしゃったのかもしれないんですけども、どちらかというと精度を上げます。精度。やっぱり、まあ、我々宝くじ系 YouTuber、まあいろんな方いらっしゃいますが、まあやっぱりできることならば皆さんね、自分たちもできる。ね、いわゆる少額購入。ね、少額にももちろん限度はあります。一口で当てれるか無理です。はい。なので私の場合12口。まあ周辺ですね。まあ一口増えたり二口増えたりすることあるかもしれませんけども、その程度です。あんまり頑張らないでも当てれるような感じでできるだけ、ね、買いやすくて、分かりやすくて使いやすい買い方、こちらの提案をずっとやっぱりしていきたいし、自分もしたいなと思ってます。なのでそういう風な買い方をちょっとまた第2章としてね、そろそろちょっとギアを上げていきたいなと思っておりますので、そのあたりをね、来週やっていきたいなと思っております。では今回の当選振り返っていきましょう。こちらでございます。はい、今回一等当選なしです。皆さんこういう時なんて言うんですか。よしよし、そう、なんでよしなの。外したからどうのこうのじゃないです。キャリーオーバー来るよね、ということなので、まあ来週非常に楽しみだなというところでございます。そして2等当選が6口出ておりまして、9,748,200円おめでとうございます。これでも結構いい感じになんか、ちょっと贅沢しようぜみたいな、100万円くらい使っちゃおうぜみたいな感じでいけますもんね。それで言うとね。はい、本当におめでとうございます。そして3等が79口で100飛び36万、ごめんなさい。100飛び 36,500円。はい、4等が4,497口の1万飛び600円。5等が75,300飛び8で1,500円。6等が134,491口で1000円でございます。そしてキャリーオーバーが3,612,820円。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。来週これでまた夢が増えたよね。ということで、まあ、3億6000万円ほどは、ちょっとね、次回にお預けでございますが、自分自身当ててないから、なんか、って感じなんですけど、あ、で、ちなみにこれ視聴者さんから結構言われていたので、お話しさせていただくんですが、エリア購入網の3つ重なるところって何を使ってますかというふうに言われるので、基本的には僕、まあ前回の、
出現番号を入れたりはするんですが、まあ、以外で入れたりするのってやっぱりランキングの上位入れることが多いんですね。で今回はちょっとだけ、まあ、ランダム感あるような、打ち込みしたので、まあ、いやいや言ってることでやってること違うやんというふうになるんですけど、まあ、大体それでやってます。基本的には、前回の当選番号か、出現ランキングですね、トレンドも含めて、上位のものをドンと入れるような形にしてたりします。はい、またそのあたりもね、次回の解説でしっかり詳しく話していきたいなと思います。まあ何はともあれね、皆様来週のロト7でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。当ててーなー。